はい、じゃあね、恒例のお部屋チェックです。ではオープン。うわー、おお、 YouTube 見れんじゃん、ここ。ほらほら、 YouTube 見れる。どうもこんにちは、ドリドリってことで、今日は、栃木県の那須塩原の温泉ですね、ホテルサンバレー那須というところに来ておりますよということでね、このホテルなんと公式でも YouTube やってるんですよね。っていうのをね、事前にチェックしてたんですが、まあそんなにね再生数はいってないかなってところでね、今回のねドリドリチャンネルはね、その再生数ね超えれるようにね頑張っていきたいと思います。ってことでね、恒例のお部屋チェック、温泉のチェックね、食事のチェックね、徹底的にねやっていきたいと思います。それでは行ってみよう。はい、じゃあね、恒例のお部屋チェックです。ではオープン。うわー、眩しい、非常に眩しい部屋です。ってことで、ここね、何があるのかな、まあ、トイレかな。ではオープン。お、重い、重いな。はい、こんな感じで、まあ、ビジネスホテルみたいなね作りかな、作り的に言うと。で、お入りのチェックは
まあちょっと消毒の匂いがするからそんな感じかな。はい。でも今回は部屋ちっちゃいかな。まあ仕方ない、こんな感じですね。ほんと一般的な、まあ、ビジネスホテルのような感じですね。はい。じゃあなんかあそこにね食べ物みたいな見えるんでね、ちょっと見に来ちゃおっかなってことで、コーヒーお茶、この辺がサービスと、あと水がサービスなのかな。うん。で、あとね、おやつがサービスということです。はい。で、あとは、景色ですね、問題なのは。じゃあ、カーテンオープンってことで、まあ、ほんとね、森の中でね、まあ、特に何かいい景色が見えますよとかね、そういうわけではないかな。はい。ということでね、こちらからはもう映しておこうかな。はい。でね、あとは、無料のエアコンもついてるということですね。で、テレビもついてると。うん、何が映ってるのかな。おお、YouTube 見れんじゃん、ここ。ほらほら、YouTube 見れる。多分見れるってことだと思うんで、あ、そういう意味だと設備はいいっすね。はい、ってことでね、お部屋チェックは以上となります。じゃあね、サンバレーナスの方ね、チェックインの方したんでね、ちょっと全体のね、解説の方していきたいと思います。今回、ここのね、ホテルってね、いくつかね、棟があるんですね、建物が。その中の一つで、フォレストビラ館っていうところね、今回ね、泊まることになりましたということです。で、まあ、チェックインはね、14時半で、チェックアウト10時ってね、こんな感じかな。で、フロントの内線番号は7番ですって書いてるんだけど、もうこれ今なくてね、こんなの渡されました。はい、まあ、時代ですね。まあ、要はね、内線はないから、自分の携帯電話で電話してこいよと、そういうスタイルになってますということです。で、あとはこの森のテーブルってとこでね、ご飯を食べるとね、いうことです。これはね、時間はね、3つぐらい選べたかな。で、まあ、結局7時にしましたということですね。で、朝食はこの時間にやってると。うん。まあ、あとはこれじゃ知らなかった、後から知ったんですけど、バーコーナーっていうのがあってね、なんか飲み放みたいなのが1500円かな。なんかでやってるみたいなんで、気になる方はね、チェックしてみるといいと思います。あとゲームコーナーありとね、ということで喫煙所も当然完備で、売店もありますよということです。それで、ホテルサンバレーナスのね、パンフレット持ってきたんですけど、もう、どんなところかちょっと簡単にね、説明するとね、これ建物なのね、これ一マスが。ね、1,2,3,4,5,6,7,8,9 ってね、9つもね、建物あるんですね。すごいっすね。で、なんていうのかな、これだけの広大なね、敷地の中にね、9つのね、建物があるっていうね、そういうね、なんていうのかな、大きなね、まあ、施設になってるって、そんな感じですね。で、お風呂もね、この悠々天国っていうのかな、入れるし、まあ、こういうのもね、いろんなところにね、お風呂も散ってるんですよ。まあ、今はね、プールやってないんでね、あれなんですけど、で、ホテル宿泊してたらね、建物間のね、移動してね、お風呂入りに行くっていうの可能なんでね、結構いろんなね、お風呂ね、楽しむことできますよ。というわけでね、サンバレーナスね、フォレスト館の方ね、チェックアウトの方をしてきましたってことでね、いかがでしたでしょうか。ね、まあ食事はね、いつも通りのね、まあ工場飯、プラスアルファね、ちょっといい感じの、まあ、お料理かなっていうのはあるんですけど、まあ、やっぱりねここ温泉っすよ、温泉。やっぱりそのマグネシウムの源泉、硫黄泉、あとはアルカリ泉か、それ全部楽しめるっていうのがやっぱ最高でしたね。コスパもいいと思います。はい、ということでね、今回の動画の方は以上となります。面白かった、ためになったって方いらっしゃいましたらね、ぜひぜひね、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ではでは。